はい、どうもこんばんは、ラムノットです。今回はサイレントヒル2実況をやっていきたいと思います。今回プレイしていくのはですね、PC バージョンのものになってます。PC バージョンということはですね、モッドが入ってエンハンスドエディションという形で超高画質モッドを入れた形で遊ぶことができるということなんですけども、実は日本語が入ってなくてですね、日本では発売されてないので、自分は英語でプレイしていく形になります。ただ、皆さんが見ている動画では、公式の、日本バージョンの字幕を参考に、動画編集で字幕を入れさせていただくので、まあ、日本語で皆さんは楽しんでいただけると。ただ、自分は日本語じゃなくて英語でプレイしていくので、まあ、謎解きであったり、まあ、一部ね、英語を俺が解読していかないといけないっていうところがあるので、まあ、若干その辺のね、差異はあるかもしれませんが、ご了承ください。サイレントヒル1とね、3はね、このチャンネルでも実況してるんで、よければ見ていただけると嬉しいんですけども、ね、サイレントヒル2、完全初見です。完全初見プレイですね。本当にね、10年以上前に、誰かの実況動画かプレイ動画はさらっと見た気はするんですけど、まあ、完全初見です。1と3もね、去年ぐらいに初めて、プレイしたので、まあそちらも気になるようであれば、ぜひ見てみてください。というわけで、リメイクがね、決定したということで、それまでにはクリアしたいなということでやっていきましょう。ニューゲーム。メインシナリオとサブシナリオがありますと。メインシナリオでやっていきましょう。ノーマルでいきましょう。あ、ここはね、有名なシーンですよ。まあこれなんで鏡を見てるのかっていうとですね、まあ本作の全てはこの主人公の無意識を反映した世界っていうことですよね。この世界に登場するキャラクター全部がこの主人公と何らかの関係があります。彼の内面を反映したものになってるんですね。それをね、皆さんとね、何なんだろうねこれって言いながらやっていきたいですね。で、この主人公の名前もね、ジェームス・サンダーランドっていう名前なんですけど、またね、名前考察してしまうと、これサンダーランドっていうのはですね、実はサウスランドっていうね、まあ南の方の土地であったり、まあ、島であったり、まあ、もしくはアンダーランドっていうね、すごいうんちの落書きがしてありますけども、アンダーランドっていうね、意味がある言葉なんですけど、いわばアンコンシャスですよね。無意識の世界であるっていうのと、アンダーワールドは別の意味では死っていうね、死を象徴する世界でもあります。おそらく本作のテーマは、死と生ですね。生。多分めちゃくちゃね、心理学者のカール・ユング系のね、ゲームだと思います。まあ、1作目も3作目も割とそうだったんですけど。I'm alone there now. In our special place.Waiting for you. あ、今ここね、著作権怪しいですよ。I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. なるほど。It's ridiculous. メアリー。一作目の女の子の名前忘れちゃったな。What I keep telling myself. どうして? A dead person can't write a letter. ああ、死んじゃったんだ。Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place.Does she mean the park on the lake?
We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? いいですね。すごい詩的じゃん。もう始まってんの？うわー、いいね。綺麗です。これなんか後ろすごい一枚絵っぽくなってますね。昔の映画っぽくていい。ねえ、サイレントヒルに帰ってまいりました。多分3をやったのが最後ですね、自分はね。3いつやったんだろう。3もね、1年ぐらい前。ああ、こっちから来たんですって。いいね。これかな？ドアぐらい閉めなくちゃ。あ、なんか入ってますね。地図かな？ I got a map of Silent Hill. いいですね。どれで見るんだろう？ネイサン・アベニュー。全然覚えてない。もう全然覚えてないな。一作目はね、実はちゃんとやって、かなりね、細かい考察動画を上げたんですよ。気になる方は必ず見てください。自称日本一細かい考察動画で、一番細かいし、一番なんかその、なんだろう、シンボリズムをついてる考察動画なんですけど、だと思うんですけど、多分聞いたことない説がいっぱい載ってる考察なんですけど、あまりに細かすぎて、全然伸びなかったっていうね、本当に好きな方だけ見てみてください。本当はね、もう6本ぐらい動画をね、くっつけて作ろうかなと思ってたら、まさかの1本でね、もう再生数伸び悩んで作るのやめちゃったっていうね、誠に残念なものでございます。Welcome! って書いてあるけど、あ、息切れするんだ、このゲーム。フェイルビル。ブラームス、オールドサイレントヒル。いいですね。50マイルも先よ、まだ。あ、なるほどね。今はこっちがサイレントヒルで。あ、なんか上に書いてありますね。ラマ。なんとかラマ読めないけど、まあ初見なんで大したね、考察はトルーからいくできないとは思いますけど、皆さんもね、まあ軽い考察程度に留めておいて、もしねこの動画がうまく再生されるようであれば、また改めてサイレントヒルシリーズの考察動画をね出してもいいのかなっていう気はするんですけど、リメイク版で話題ですからね。なんかカメラ、おお、なるほどなるほどなるほど、なんかこのカメラ変えれるんだね。こうかな。すごい霧じゃん。キリ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 。足音がなんか昔のゲームって感じですね。いいね。かなり、まあイノシシとかアメリカですからね。やっぱアメリカはね、プーマ、マウンテンライオン一緒ですよね。プーマがね、割とキャンプ場に出たりね、するんでね。まあ多分プーマですよ。よく言いますから。イノシシもね、たまにいますしね。なんか霧やったらリアルですね。なんだろう。まさかのサイレントヒル新作はね、日本が舞台っていうことで、俺の大好きなこのジオーダーっていう教団が、まさかこのアメリカの片田舎の宗教団体じゃなくて、ワールドワイドなね、こんな大きな教団だとは思ってなかったな。井戸です。お、赤いメモ、赤いメモといえばよ、 There's something in the bell。 なんでしょう。あ、出ましたね。これはおそらくセーブポイントこれですね。フォレスト、素晴らしい。今回あれ、井戸でセーブする感じ。いや、多分赤い紙があったらできますよね。霧すごいけど、なんかあ、つきましたね。なんかね、よくわかんない。いいね、雰囲気すごい。こっち向けて、カメラ操作もなんかあるのかもしれない。ようよう酔っちゃう。ここは何だろう。
お墓だ。ま、町入ろう。誰かいるじゃん。Excuse me, I... Oh, I'm sorry. I was just... No, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but... There's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. Hmm? This town... There's something wrong with it. ここはでもサイレントヒルじゃないのかな? It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the...Fog either. Okay,、It's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just, I guess I really don't care if it's dangerous or not. なるほど、ね、I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Someone.Very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. Mama? I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. なんか俺と同じ境遇っぽいね。I'm sorry.It's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. 何かを失った人がこのサイレントヒルに呼ばれるのかもしれないよね。で、まあアメリカ人がね、あそこ行ったら危ないよっていう時はもうそこは危ないんで、ね、これ正直にというかもう素直に行かないのが正解です。アメリカ人がもう治安的に危ねえっつったらもうそれは日本人からしたらだいぶ危ないってことなんで。こっちですかね。これだよね、多分道違うよね。何？俺の足音？いや違うな、なんか変な音鳴ってますね。サイレントヒル。出ておいで。あれ？これでも一緒じゃない？あ、違いますね。ちゃんとトラックまだよ。お、ここは通っていけない。なんかどうやらサイレントヒルがね、あるじゃん！サイレントヒルランチ。侵入禁止って書いてありますね。サイレントヒル2がね、なんか一番いいっていう人割と多いですもんね。まあ1が個人的にはある意味ね、一番びっくりだったんですけど、2021年に遊んで全然普通のホラーゲームより怖かったし楽しかった。で3も面白かったしね。楽しみですね2。最近デッドスペースのね、初代もやったし、ホラーの名作をやりまくってる気がする。いや、まあぜひともね、この動画もね、再生数伸びてほしい。ちょっと古いゲームなんでね、伸びるか不安なんですけど、よければ皆さん見ていただいて、あのお友達とかにもね、このラムさんっていう人、面白い考察するかもしれないよっていうね、
考察するとは約束しませんよ。約束はしませんけど、面白い考察するかもよっていうのでね、お友達を引っ掛けてきていただけると嬉しいですね。ここも立ち入り禁止ですね。ジェネレーターかなんか入ってるのかな。まあ、あの女の人、まっすぐだよって言ってたもんね。あ、ここだね。いや、町への入り口がこんななんか、嘘でしょ、こんな。なんか足音しますよね、ずっとね。誰かついてきてる。おう。うん。アンダーワールド。意識下にあるってことですもんね。でもさっき墓場にいた人はね、どうなんでしょうね。あの人はなんか同じ境遇っぽかったけど、あの人も俺の一部なんだろうか。変な音鳴ってるな。長いね。なんか昔の映画もそうですけど、昔のゲームも割とその序盤、こうなんだろう、イントロ長いよね。没入させるためなのかわかんないけど、やたら長いですよね。ロードランナー、ロードランナーといえばね、ヘビーメタルレコードレーベルの老舗ですよね、ロードランナーね。お、車だ。一本道だけど、もう迷子になった気がする。んな迷子になるでしょう。お、これはサンダースストリートと、ウィルツロード。サンダース。あ、めっちゃちゃんと、フラワーショップがありますよ、前に。フラワーショップ。ここ?フラワーショップ。入れるか一応見ていきましょうかね。フラワーズ。入れない。お、これは、メディキュットじゃないですか?メディキュットゲッチュです。電話。これ車ですね。皆さんわかります?あれが車です。なんか工事中かな?こっちはね。どのくらい走れるんだろう、ジェームスは。駐車場も見とこうかな。今のちょっと怖かったね。引き込まれていきそうな感じだったね。あ、ここ行けるんじゃない?ダメ。お花屋さんでは遊べないと。でも、サイレントヒル2っていうのは、サイレントヒル1と舞台は同じなのかな?どうなんだろう。おっと。あ、なんかいるじゃん。お尻がプリプリしてる。これついていかないとダメ?多分いないと思うんだけど。もうホラーゲーマーの勘としては今のはね、まだ演出だけで、武器手に入れてないから、まだまだ出てこないはずなんですけどね。ほら、出てこないでしょ?霧すごいね、霧。霧をね、割とあのコンプレックスモードでやってるんで、ふわふわするようにはなってるんですけど、とりあえずまっすぐ行こうかな。うわ、すごいね、霧すごいね。こっちだ。ファックス、ファックスってなんだろう。続きますね、裏口。あんま入れない。おお、セーブポイントだ。これは?ヘルスドリンク。なんかありましたね。一作目も。セーブしておきますか、とりあえずね。セーブポッシブル。まあ、基本的には一個ずつセーブポイント分けていきましょう。パーキングロット850。ここは?入れない。ここも入れない。お、ドリンク。
いいね。こうかな。よし。あれ、またもう街じゃないじゃん。とりあえずもう道なりに行きますか。もう怖いね。カメラ変えよう。あ、このラジオ、ラジオがありますよ、どっかに。サイレントヒルといえばラジオ。うわー、真横にいらっしゃる。見えてないのかな？見えてないのかな？なんか高速部みたいなの作られたね。服が肉体となっちゃってるけど、うわプリッシュだ。もうすぐだ。おプランクで戦えるの。ダウンプアはねやったんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。攻撃は、こういうことね。よしよし、いいよ。ほら。痛い。ほら。ほら。これ確か死なないんだよね。Is it dead? What the hell is it? It's not human. これ人間じゃないかもだけど、元人間感はあったよ。これ操作わかんないね。これで、ね、もうこれしかないんだ。リーチ短い。いいのかな？行きますか。Oh yeah. Oh yeah. This thing broken? お。じゃ、なんかしに来たんですって。What the? あれ、俺の名前じゃない？ I better take it anyway. I might need it. ジェームズ的なこと言ってたよね。ジェームズなんですけど、私もジェームズさんなんです。あ、ちゃんと可愛い足跡がついてますね。入るか。まあ、武器手に入れちゃったし、もうこれで敵もね出てこれちゃうね。かわいい。なんだろう、かわいい。罰だけだとダメですね。ちゃんと構えないと攻撃できない。まあ個人的にはね、すごいね、ラムノットはガバタンって言いまして、こうガバガバ探索で有名ですね。すごくね、不安でございます。セーブシート。セーブはね、多めでやっていきます。まあ、初見なんで。マルチエンドっていうことも聞いてますし。ガバ探索なんで、割といろんなところで見逃しが発生するかと思いますが、ね、温かい目で、見守ってください。いますけど、まあ、戦いませんよ。だって、もうその一人ずつ戦ってたらね。足も遅そうだし。地図。こっち行き止まりね。どこに行けばいい？あ、ローズウォーターパークね。あそこ行きますか。まずはね。ちょっと戻って。犬小屋がね、あるお家とかがあったりするんですよ。その家の中に入ったりしてね。この先にもいそうだね。いそうだけど別に戦わない。なんか変な音する。犬？何の音これ。
車椅子みたいな。なんかついてきた。あ、なんかすごいや。ここかな？まず行きましょう。なんかいるよね。三輪車みたいな。あ、なんかゴキブリ走ってる。ゴキブリの鳴き声。ああ、危ない危ない危ない。あ、もう愛の矢、愛の矢。本当に愛の矢。あの敵も多分ね、ジェームズの。乗った？行き止まりじゃん。ちょっと一番端まで行けってこと？ちょっと死んでますね。あ、ちょっとここ怖い。音だけで怖い。行きたくない。一応行けるところ全部見ていこう。銃とかもね、多分どっかで手に入りますもんね。今これアイテムあった？ほら。メディキュット。月中です。クローズドって書いてあるけど入れません。もちろんです。あ、やばい！危ない！危ない！危ない！うわお！無理だよ。無理だよ、そういうのは。なんか、横をね、ゴキブリが並走してる。すごいなんか油の差し損ねた、チャリンコみたいな音してる。あ、今のなんか入り口っぽくない？これ。ロックと。ロックされてるのは分かったけど。あ、行き止まりじゃん。なんてこれ。The door that works in darkness, opening the nightmares. Do you got this guy? Do you got this guy? 悪夢への入り口みたいな。なんでな。となるとですよ。これね、マーティンストリートから行ける気がしますね。すますので、ね、マーティンストルートの奥から中に入っていくんじゃないかな。どっかの家に入ってね。一作目でもありましたよね。でも本当あれだね、2は一作目と三作、当たり前ですけど、一作目と三作目の間みたいなプレイフィールですごいいいですね。一作目めっちゃ良かったんだよね。めっちゃ面白かったんだね。作目が。びっくりするぐらい。まあ、3は3ですごい良かったしね。基本ね、こう、みんなが好きっていうものをね、好きにならない、天の弱的なね、性格のラムノットなんですけど、サイレントヒルはね、初めてやって絶賛しちゃいましたね。ダウンプーアだけはあったんですけど、まあ、ダウンプーアこそね、すごい評判は良くないけど、個人的にはすごい記憶に残ってるゲームですね。もうやめてやめて。ホラーは苦手なんだって、マジで。お。アパートメントゲイキー。どこのゲートキーですか、これ。アパートでしょ？アパート。なんとかアパートとかあります？ビッグ JZ。JZ じゃねえ。JZ。JZ で。バッカスロード。アパートメントとかあります？ウッドサイドアパートメント。まあ、あっちの方にありますね。あっちの方ってことかな？どっかで見れないのかな？お！メアリーの写真。これ、見れます？あー。単発で、可愛らしい。これ手紙ね。これ何アパートメント？あ、ウッドロード？ウッドボードアパートメントありましたね、なんかね。ウッドサイドでした。いや、本当にね、アメリカ住んでたのかっていうぐらいね、もう英語も読めませんし、話すこともできませんが、多少は話せますが、ね、早くアメリカに戻りたい。ウッドサイドアパートメント。この道まっすぐ。いいね。映画もね、発表されてましたね、またね。あ、このね、車の下にいるんだ。足見えた。昔友達がオハイオに住んでて、サイレントヒルの街なんだよってよく言ってましたね。あれ？これ来すぎじゃない？
ここが開くのかな。あ、使いましたね。よーし。まあ入ってしまえばこっちのもんよ。ここ？おー、見ちゃった。うわ、暗い。うわ、めっちゃ暗い。もう一本目の動画この辺で終わりたい。夜中に撮りたくないよ。夜中に撮りたくないよ。あ、セーブポイントですね。うわ、なんかめっちゃ照らされてるな。まあ、ちょっと字幕編集のね。あ、これセーブポイントですよね。はい。行きますか。閉まってる。まあ、ホラーゲームって本当にね、ドアが閉まってる時の安心感ってね、半端ないですよね。あ、行かなくていいんだ、こっちっていうね。すごいありがたい。もう地下に行かないとダメな時よりも、こうドアが鍵かかってる時の方が安心感強くないですか？入っちゃった。みたいな。あれ？これサイレントヒル2って、セクシーナース出てくるの？そう、ホームカミングもね、実況しようとしたらやったらクラッシュするっていう問題で、やめちゃったんで、またリベンジしたいですね。ダンプスターだ。トラッシュシュート。There's some kind of strange garbage. なんか詰まってるんですって。取らないの？なんか使わないとダメなのかな？なんか歩いてますよ。いいんでしょ？ほら。来てる。うわ、めっちゃ怖い。あ、思ったよりちっちゃい。ほら！ほら！これ武器壊れないことを願うのに。ほらほら！これ意味ある？倒す意味。カメラが怖いよ。カメラが怖いよ。倒してよ、早く。あ、もうすっごい気持ち悪い。もう嫌だ。来た？早く。ほら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 。絶対仕留めてやるからな。ほら！なんで？こうやったら外すの。よし。ほら。いいぞ。よし、いいぞ。いいぞ。痛い。もうダメだ。もう倒さない方がいいんだもん。無視していこう。まあ、この辺もね、初見だからね、何が正解かわからない。あー。かわいい。まあ、やっぱこうね、女性経験が少なすぎて、こう、マネキンでもかわいいと思っちゃう。あ、いや！ちょっと待ってよ。君は、あ、すごいね。なんかいたね。あれ。最近やったゲームで。あれ、出れないんですけど。よし。なんか最近、ああいうセクシーなお化け出てくるゲームやりましたよね。閉まってます。うわぁ。2体もいるよ。んで、こん中もいる気がする。攻撃できますけど、逆に全然攻撃してこない。お、ハンドガンの弾、ハンドガンの弾。いや、いかんせん昔のゲームって本当にこのカメラワーク大変。どこ見てるか全然わかんない。え、ハンドガンの弾めっちゃありますよ。めっちゃには語弊がある。2個しか取ってない。やめてねー。あ、あ、いるじゃん！おっさんみたいな声で。ほら。落ち着いて。よし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 。もう一発。
まだ生きてる。OK かな。特にアイテムはない。え、アイテムないの？あんなに頑張って倒したのに。まだね、いるんですよね、この中にね。いた。痛い。嘘でしょ。ここからですよ。さあ、というわけでですね、まあ、字幕編集の都合もございますんで、まあ、1本の動画はちょっと短めにしながら、様子見していこうかなと思います。皆さん本日は最後までご視聴ありがとうございました。字幕編集なかなか大変なんで、よければね、動画に高評価いいねよろしくお願いします。初見さんはね、ぜひチャンネル登録をしてみてください。というわけで、また次回も続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画で。